今回は上腕二頭筋を鍛える腕トレ5種目を解説していきます。僕は普段行っているトレーニングの解説やボディービルの大会に向けた過程を発信しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。第1種目目はバーベルカールです。この種目は上腕二頭筋全体を狙っています。メインセットは6回から8回前後の重量設定で行いました。メインセット1セット目は50キロです。今回は中重量でしっかりと重りをコントロールすることをテーマにしています。この種目の特徴はストレートバーで行うことで、上腕が外旋するため、二頭筋の担当に効きやすいこと、ダンベルよりも高重量が扱えること、チーティングを使いやすいことなどが挙げられます。次のセットも重量は50キロで行いました。この種目のポイントは肘を曲げるときに顎を引くこと、手首は少し上屈させること、小指側から上げることです。第2種目目はインクラインダンベルカールを行いました。この種目は上腕二頭筋のストレッチ種目として行っています。メインセットはこの種目も6回から8回前後の重量設定で行いました。メインセット1セット目は20キロです。この種目の特徴としては二頭筋に強いストレッチをかけられること、バーベルよりも手首の自由度が高いこと、可動域を大きく取れることなどが挙げられます。次のセットも重さは20キロで行いました。この種目のポイントは股関節を屈曲して足を上げておくこと、前腕は開外させながら上げること、肘を曲げるときに肩も少し屈曲させることです。第3種目目はイージーバーでプリチャーカールを行いました。この種目は二頭筋の肘に近い部分をメインに狙っています。メインセットは8回前後の重量設定で行いました。メインセット1セット目は50キロです。この種目の特徴は二頭筋の変異を鍛えられること、前腕や上腕筋にも効きやすいこと、体幹部の疲労を抑えて動作を行えることなどが挙げられます。
次のセットも重さは50キロで行いました。この種目のポイントは肘は伸ばしきらないこと、手首は固定すること、ネガティブ動作を意識することです。第4種目目はラットプルマシンでケーブルカールを行いました。この種目は上腕二頭筋のコントラクト種目として行っています。メインセットは20回前後の重量設定で行いました。この種目のポイントはテンポよく回数をこなすこと、肘を曲げた時に顎を引くこと、肘を曲げ切れる重量設定で行うことです。第5種目目はダンベルでハンマーカールを行いました。この種目は二頭筋の長頭と腕頭骨筋を狙っています。メインセットは10回前後の重量設定で行いました。この種目のポイントは肩はなるべく上げないこと、親指側から強く上げること、最後は膝を使って両手で追い込むことです。これで今回の上腕二頭筋を鍛える腕トレ5種目の解説が以上になります。これからもトレーニングの解説や大会に向けての過程を発信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。